初球詰まった当たり、ナンバーがジャンピングキャッチ。笑顔も見えます。打ち上げたセンターの谷口がスライディングキャッチ。強い当たりですがファーストの森本を抑えています。反応しましたね。いいキャッチしましたね。はい、ナイスプレーでしたね。初球打ちショート平沼ホームを狙う、タッチアウト。なかったですね今ね。はい、あのはすごいですね。あの体勢からよくホーム投げましたね。まだ走りません。金子和樹の打球フラフラっと上がっていってライトが掴みます。オコエ、ここはオコエがぐっと出てきて掴みました。外低めのボールをうまく打っていきますがよく取った。いや、ここは藤田もうまく拾っていきましたけども山田が横っ飛び、ファインプレーが出ています。なかなかセカンド水口飛びついて一塁は間に合います。ファインプレーを見せる水口。ここはバットにうまく乗せて、おっとショートナイスプレー。金子和樹最後は背面でしたが、いやーいいプレー見せました。これもどうか、外のボール拾ってきてセンター掴んでいる。鈴木がここはファインプレーです。最後は滑り込んでいって掴みました。ランナースタート切った、セカンド送球タッチはアウトになりました。取ってから非常に速いスローイングはストライク送球になりました。捉えた、これはセンター伸びていきますがどうかどうか、追いつきました。ここは岡田のゾーンです。改めて岡田の守備、まあ、なかなかこの岡田の守備を見る機会というのももう今後少なくなってきますんで、これを目に焼き付けておきましょう。いわゆる残念、そこは岡田のゾーンというやつです。医療がまたいいところに打球飛ばしたんですが、ボール掴んでいます。センター西浦のダイビングキャッチです。芝生スレスレのところでボールを掴みました。低めのボール打ってサード横飛び、打球掴んだ。二塁ランナーは大きく飛び出していたので帰ることはできません。ダブルプレー成立。岡崎のファインプレーがチームを救いました。そこはしっかりこう我慢というか、はい、やっていってほしいですけどね。アウト、これはいいプレーを見せました。ショートの川瀬、先頭バッターのメヒア、ショートゴロに倒れてワンアウトです。サード、これ飛びついてよく取った、一塁転送アウト。強い打球でした。横飛び取って一塁へ。の選手であればもう病んでね、もうやめてしまうんじゃないかというようなね、本当に苦労してきてましたよね。球が落ち着きましたよね、はい、ここは本田のいいプレーがありました。2アウト。